やっほーみえです。はいはい、ということで今回はもう見えてると思うんですけど、こちらじゃーん、朝マックを食べていきたいと思います。イエーイ。え、結構念願、すごい楽しみにしてました。はい、こんな感じで食べていきたいと思います。せーの、それでは早速いくよ。ポッポー。はい、ということでちょっと開けていきます。わー、え、これハッシュポテトは別についてんの？ハッシュポテトは別でした。すごい美味しそう。わー、こんな感じです。パンケーキとマフィンと、こっち側にはスクランブルエッグとお肉、ソーセージエッグマフィンのそのソーセージが入ってます。で、ハッシュポテトはこうやってついてました。あと三角チョコパイとマックフルーリーも買ってきました。食べていきたいと思います。マックフルーリーはキャラメルのやつがすごい食べたかったので買いました。いただきます。これさ、やっぱここじゃ食べにくいかもしれん。まずハッシュポテトからいただきます。うん、おいしい。マックのハッシュポテトって本当に一番おいしい。この辺どうやって食べるんだろう。なんかおしゃれ。これついてた。切れるもんなの？切れないよね。パンケーキ用かな。もう挟んで食べよう。ね。作ろう作ろう。よいしょ。すっごい卵の量。ちょっとすごいよ。これ卵一旦食べてみよう。いや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 。美味しい。でも味付けないね。やっぱこれソーセージ食べるもんなのかな。ちょっとやっぱどうしても食べにくいので下に下ろします。はい、移動してきました。ちょっと卵に塩コショウします。塩コショウしたんだけどパンケーキ食べます。え、なんか生クリームみたいなバター、なんだろう。うん、もちもちで美味しい。これ3枚ついてんだ。見えてなかったわ、1枚。これさ、朝からさ、これ全部食べれる人いんのかな。めっちゃ量ない？1000キロカロリーないでしょ。1000キロカロリーびっくり。1000キロカロリーにさ、マックフルーリーと三角チョコパイ買ってきたの？意味わかんない人じゃん。これ食べよう。いいよ。いただきます。うん。めっちゃ美味しい。卵とろとろ。うん。ああ、美味しい。でも手がやばい、これ。ああ、食べにくいったらありゃしない。これみゆめっちゃ好き。うん、おいしい。なんか久々にマック食べた気がする。最近の近況報告といえば、なんとね、ダンスを習い始めました。まあ、習い始めたって言っても好きな時に行けるみたいな感じなんで、始めてみようかなって感じでアミと友達と行ってるんですけど、やっぱね、ダンス楽しい。今も3回
そう、3回行ってて、でなんか1回目はもう覚え方が分かんないみたいな感じになって、もう大変だったの。もうなんかもう、こんな置いてきぼりなことあるみたいな感じでなってたんですけど、2回目ぐらいからはちょっと覚え方を思い出したのか、まあでも覚え方って言ってもこうやってこうやってこうやってって頭で考えるんじゃなくて体に染み付けるみたいな感じだから、なんか覚え方も何もないんですけど、めっちゃ楽しいなっていう、もう毎回筋肉痛、結構運動不足なんだなっていうのを感じてます。ね、なんか踊ってみたみたいなできたらいいね。アミとミーのレベル違いすぎて、なんかミューちゃん本当にダンスやってたのとかまた言われちゃいそうで怖い。うまくはないので頑張ります。ミー本当に体力がなくて、本当にこの間江ノ島行った時に感じたの。階段登るじゃん、みんなあの階段なんでみんなあんな普通に登ってんのみたいな。まず正面のあの江ノ島の通路があって、そこのこの階段でもう、あ、もう限界かもみたいな感じで一旦端に避けて止まるみたいな本当になんか悲しくなった、自分の体力のなさに。朝って結構これ一つでお腹いっぱいになるよね。なってたっけ。ハッシュポテトとこれ食べてたわ、みえ多分高校生の頃。高校生の頃って朝マックしがちじゃない？どう？しがちだよね。みえの場合、しょうがなかったみたいなとこある。なんでかっていうと、なんかみえの学校、電車の最寄り駅からの通学がバスだったから、バスが高校生でもうすっごい量になるの。で、ギリギリで行くと、そのバスすら詰め詰めでもう乗れないみたいな時があって、もうそうなるともう諦めてマックに行くしかないのよ。だから、諦めてマックに行って、2時間目に間に合うように行くみたいな感じのことをよくしてた。もう諦めてるマック言えばいいね。え、だってさ、どっちにしろ間に合わないのよ。そっから歩くってなったらもう3、40分。もっとかかるかな。確か3、40分はかかった気がして。それだったらさ、もう諦めてさ、マック行って、優雅に朝マックを食べて、2時間目から行った方が効率がいいっていう。それをやってましたね、よく。でも、高校生のうちだけじゃそんなことできんの。ミアはもう後悔してない。なんかもうちょっと遊べたな、みたいな。そこもあった。すいません。なんでなんだろうね。最寄りにマックがあるのがいけないんだよ。うん。最寄りにマックだっけ？最寄りにマック。でもあるあるじゃない？最寄りにマック。なんかさ、マックも考えて作ってるよ、絶対。高校生いるから、グローみたいな。マックのせいで遅刻してるからね、こっちね。じゃん。三角チョコパイ。いただきます。うん。おいしい。安定すぎる。サクサクだね。チョコの中に何か入ってる。これいつもだっけ？ナッツみたいな。つぶつぶがいます。だいぶお腹がいっぱい。ってことでマックフルーリー食べます。マックフルーリー。めっちゃ可愛いよね。あ、冷凍庫入れてたんだけど、全然、いい感じ。え、最高。いただきます。え、やば。美味しすぎるんだけど。めっちゃちゃんとキャラメル。だし、プレッツェルもめちゃめちゃ入ってる。これはやばい。やばいよ。止まんない、止まんない。なくなる、もしかして。めちゃめちゃ美味しい。
ママにもアミにもあげたいんだけど止まらない。めっちゃ美味しい。ちょっと止めます、止めます。はい、ということで朝マックごちそうさまでした。はい、まあ全部は食べれてないんですけど、これはアミとかママとかに食べさせたいと思います。はい、こんな感じで、朝マックめっちゃいい。でもミュー的にはやっぱソーセージマフィンとハッシュポテトを3品ずつ頼んでって感じでいいかなっていう気もしました。まあそれは人それぞれなので、ミューはいいかなっていう感じになりました。はい、ということで、ちょっとでも美味しそうだなって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上、みゆでした。バイバーイ。